まずは水の流れを止める。これでこれどっち側に回すと止まるんだよ。こっちかな。時計回りに回す。時計回りってことはこうだから逆か。元がこの位置だったからこれで止まるのか。うん、もうこれ以上行かない。あ、言うんだ。もうちょっとか。ゆる。よいしょ。これどんどん取れてきてる。見る？うん。ここで上から水が落ちてくるってことか。取れた。こんな感じね。よいしょ。よいしょ。なんか入ってるね。これなんだろうか。とりあえず置いといて。で、分岐金具。これ。これ分岐金具を取り付ける。取り付け、こっちが上でこういうことか。でもここはまんないよ。こういうことか。パッキンって書いてあるけど、パッキンって黒いのでしょ。パッキンって2個書いてある。2個。パッキン青黒って書いてある。じゃあ青は青青青置ける置ける。え、青黒黒しかない。青なんかついてるから。あった、これか。青黒。ああ、厚さ2ミリ。こっちは厚いの。よし、これか。2ミリで、下は青で、上は黒で、まず上をつけるってことか。こうやってで、ついた、うん、で、下をわあ、来た。くそ。よいしょ。こうして、こうか。で、よいしょよいしょ。よいしょ。で、ここで、もうここにないとダメか。で、これです。で、上を押さえながら、下を回していくと。
ないとダメだ。ええ、そうだろうな。やるためにこっちから余裕がないんだ。そうね、どっちかが締めるとどっちかが緩む。皆さん気をつけましょう。あとで痛くない。で、便座外す。で、これも外すだから。よいしょ。買って。硬てぇぞ。上回ってるとかねえよな。うん、関係ねえよな。回ってるけどな。もっともっと。え？こっち側や、こっち側。うん、してる。こっちに回せ、してる。回ってんだけど。繰り返し何度もやるしかない。こうなってきた。いや、最初から軽いんだけどさ。気をつけてください。ここ、これを外すにこうやってやってとバカってこれが、これがね、本体の接着プレート、これをつけます。こういうことかな。でもせっかくこれギザギザついてここにはまるようになってるんだ。そうだろうな。じゃあ、うん、このワットをつけちゃったらダメだよね。うん、っていうことはこれ下ってことかな。ここあ、ギザギザにギザギザがあって、ね、ここもギザギザだから、うん、そうそう、ギザギザとギザギザを合わせるんだよね。これは下ってことなんじゃないの。そうだろうね。でなきゃギザギザに当たらないからね、うん、今のままじゃ。だからこれでね、こうはまって、でこれが上でこうして、でこれで止めると。押さえてかしてくる、まあ、強く回して、うん、多分ね、2回も回さなくても大丈夫。止まって、それ逆じゃね。こっちから硬くなってる。あ、こう、ん？あ、こうだ、そうだ。
これ上と上は止めなくていいんだ。下だけ止めれば。もう多分動かなくなればいいから、もうそんなもんでいいや。よいしょ。ね、ちょっとこれ捨てるね。同じように。逆も。すごくポコッと取れる。手がすべて。ここだけ、ここだけ、先っぽだけ。このろ？うん。先っぽだけ。ほら。滑るって。滑るって。ほら。はい。ここが取れて。取れて、これを入れて。カチってはまるんだね。うん、入った。簡単に入って。で、多分これを、ここで。ああ、なるほど。ちょっと入れて。あ、でもこれで完成？これで、あ、もう完成だ。うん。よし。はい、本体は、ノゼでスライドするだけでつきました。よいしょ。こんな感じ。で、ここ。グラグラだな。なるほど。ここをきちんと止めないとダメなのか。半分ずつ、そう、カチってあれだけ、そう。ちょっと取れない。お、本当だ。すげえ。で、コンセントを入れると、で、こ、あっさり入れて、少しは感動させてくれ。せっかく取り付けたのに。あとは便座に座る。水出したらピューってなるから気をつけろ。出るよね。ああ、出るよ。もう電源入っちゃってんだわ。ということで、これ試してみますか。あ、水出さないとな、今度な。ああここね。はいはい。お、上だな、まずな。ああ、上出てきたでしょ。で、水漏れないかな。こっちは水漏れる。よいしょ。あ、入っちゃった。あ、いいか。どうぞ、せっ、じゃあ、お風呂場に投げる？いや、待って、こう、上って今、試すじゃん。あ、もう、もう、そこ、うん、そしたら、こう。止まるか？もうすぐ止まるか？まだ出たばっか、止まった。で、うん、そして押してそこでビューってるやつをさあ、オシュレット出るか。お、出てきた。おお、
ちょっと止める止める止める。やっちゃった。あんなじゃやってなったね。天井すっげえ勢いだろ。天井すげえだろ。お尻痛そう。あ、できたできた。いや、最後の最後面白かった。一番最後面白かった。いいよ、止めて。はいよ。